まず人選に関してやっぱしその自分が持ってないものを持ってるアーティストに僕はすごく興味を持つし、自分にないものを持ってるからね、こう触ってみたかったりするわけよ。ちょっとこう近寄ってみてどんなこと言うのかなとか、なんかそういう基準で僕はもうラッパーもあのこうフィーチャリングする人は選んでる。自分に持ってないものを持ってる人たちでやると、必ず絶対こいつとやると絶対何か刺激もらえるなっていう人たちをなるべく絞って選んだ結果が今回の多分人選になってるのかな。やっぱ僕のルーツはやっぱりそのラップで、日本語のラップをムロなんかとやってる時に、日本語のラップが海外のラジオでバンバン流れたらもう最高だよねみたいな話をしてて、だからその日本語でやりたいっていうのは昔から思ってて、周りの DJ にもそれこぼしてて、タイミングがすごくあった。もう全体的に自分の奇跡と世の中の奇跡がこう2周ぐらいしてビタッとあったかなっていう。まあ僕のルーツは83年4年に見たあのワイルドスタイルってヒップホップの文化が詰まった映画なんだけど、それでまあいろんなことがあってクラッシュポッセっていうグループを組んでムロがまあラップをしてた。まあでもそれがある時解散になって、それでまあソロになっちゃって、当時 DJ が一人になるってことはもうお手上げで、ラッパーがいてヒップホップだったから、やっぱし、まあそこですごい悩んで、なんか自分なりのこうなんか DJ だけど言葉みたいな、DJ の言葉みたいな音楽を作れないかみたいなところで、まあ今までやってきたんだけど、ソロアルバムで煙があったりとかヒップホップじゃないとかいろいろ言われながらやってきたんだけど、日本語のラップだけで1枚アルバムを作りたいなってずっと今まで抱えてて、でまあ海外ツアーもいろいろやって、アメリカのラッパーともやって、ある程度僕の中で型がついたっていうか、あの落とし前つけてきたみたいな感じで、でまあいろいろ考えることができてきて、でパッと日本見たらもうすごいラップの世界がすごく盛り上がってて、昔みたいにそのポツンポツンってなんか光ってるやつがいるんじゃなくて、結構もうみんな光ってて、でそれぞれ個性もあるっていう状況になってる時に、その僕がやりたいってずっと抱えてた夢がタイミング的に合致したっていう感じかな。現実かどうかはとてもいい、やれ女だ、やれ車だ、やれゴールドだみたいなところじゃないところで、なんかもうこっちが景色が思い浮かぶんですか、彼らのラップを聞くと、あこういう音つけたいなっていう、いややつのバックのこう景色をつけてみたいなみたいな感じを持ってる人たちは僕は選んだ。他にもいたんだ、いっぱいリスト上げた人たち。でもまあ今回は10曲ってある程度決めてたんで、鳥のやり方は一緒にスタジオ入ってとかじゃなくて、こっちである程度3曲ぐらいデモトラックを作って各ラッパーに送って、その3曲はまあメローな感じとかちょっと違うタイプのやつ入れて、ちょっとビートがもうズレズレのやつとかちょっとやばいやつとか入れといて、でその選択はラッパーに任せて、でまあその2ミックスまあ選んでもらって決定して、で彼ら自由にいつもやってるスタジオでラップを乗せてもらったものをこっちにバックしてもらって、もう一回こう一回全部それを眺めて、まあ仮の2ミックスに乗っかってるわけだから、まあフックぐらいはまあ展開はついてるんだけど、もうちょっとそのラップがやっぱしすごいいい感じで泳いでると、俺も泳ぎたくなるから、そのラップに合わせてこう泳ぐ作業を、ビート抜いたりとかちょっとずらしてみたりとかっていう作業はしてった。それは全てのラッパーとの仕事でやってきたので、全部ファイルやり取りでメールやり取りして、電話でここはこうした方がいいかもしれないね、そうだねみたいなことをお互いにやり取りした。そこはもう年齢も関係ないし、彼らもやっぱしそのいいものを作りたいっていうのは一緒で、そこはもう向こうも意見を言ってくるし、僕も意見を言ってどうかなみたいなやり取りは電話でしてたね。ファイルのやり取りはしてた。で OK、 彼らが OK を出してくれたらもう正式に、要するに正式ミックスして仕上げて、自分のソロ、まあ、今回もソロってすごいな、ソロの場合はインストが多くて、まあ、ラップが2曲ぐらいしか入んないんだけど、インストゥルメンタルはプールで例えれば水をためるその土台を自分でまず作って、で自分で好きな色の水をバー張って、深さももう自分の好きな深さにして、うん、で最終的にそこ自分で泳ぐんですね、こうやってね。それがインスト で最終的に到達するっていう、それがまあインストのトラックで、でもラップに関してはプール、水をためる、まあ土台作って水をパンって張るんだけど、何色の水にしたらいいかっていうのはやっぱりそのラッパーのラッパーがどう泳ぐかっていうのを想像して、でもこういう水の色にした方が面白い泳ぎ方するんじゃないかみたいな
方法だから最後に一つ強いものがドンってくるから、やっぱインストとは違う作り方に完結しないで、ラップはそれ乗っかってまた刺激されて、そこからまたもう一段ワンステップ上に行ってもう一回作っていくっていう作業があるから、ちょっとクッションが入ってちょっと作り方が違いますね、やっぱ、うん、ラップに関しては僕の場合シンプルにこのなんか2小節ぐらいのこうループでずっと行くようなあのタイプのトラックはあんまり僕作らないので、なんかもうちょっとこうこちょこちょいじったりとか後ろでこう小細工してみたりするようなことがあるので、うん、ちょっとインストとはちょっと違うかな作り方も。でもそれはそれで面白いことがたくさんその中でできることがいっぱいあるし、インストはインストでできることがいっぱいあるので、うん、まあそんなにこっちがつまらないとかこっちが面白くないっていうのはあんまりなくて、その中でできることはいっぱいあるし面白いことあるし発見もあるし、うん、やっぱねあの昔とやっぱ今違ってて、みんなその時代も時代背景も変わってて、その言ってる内容もやっぱりその全然昔とは違うし、なんか独自な文化が少しずつできてると思うのね日本の中で。それを聞いて若い子たちは胸に突き刺さったりする子たちは多分いっぱいいると思うので、助けられたりとか、やっぱ言葉の力はあると思います、はい、だってそれが命だからね、ヒップホップラップはやっぱ言葉、うん、それに合わせた音を我々が音を作る人間が寄り添って言葉がどんどん立つように作ってあげるっていうのが理想的だよね。ただなんかやっぱトラップとかいろんな今ジャンルが分かれてって、まあ90年代聴いてきた人たちはちょっともしかしたらどっから寂しい思いをしてるかもしれないね。なんかプレミアだったりピートロックだったり、なんかこうビート職人みたいなのがいて、まあ今ももちろんいるんだけど、そういうトラップとかそういう世界にもなんかそういう、それはそれでなんかだから大きくなったよねすごくヒップホップが、うん、まあでもそういうの好きな人もいるし、まあ好みかな、いい悪いじゃなくてね、うん、まあだから今回はトラップも一瞬よぎったんだけど、俺が作ったらどうなるかなよぎったんだけど、まあそれよりも他にやりたいことがあったので今回はちょっとそっちには行かなかったかなっていう。